んだこれ、頭がみかんの人形なのか。なんかボタンがついてるな。どれ、押してみるか。よろしく、ミッチー。おお、喋った。ああ、そこにも落ちてたんですね、みちおくんのフィギュア。すみません、なんだか驚かせちゃいましたね。まあ少し驚いたな。このみかんの怪人はあんたのか。これはみかんの怪人ではありません。これは小野みちおくんのフィギュアです。小野みちおくんってなんだそれ。小野みちおくんっていうのは広島尾道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はそのみちおくんをプロデュースしている弘中と申します。へえ、つうかこの妙なマスコットのどの辺が尾道を象徴してんだ。ちょっとちょっと、冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子、おいしい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして尾道雄くんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。見ただけであの尾道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わねえな。最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この町に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てください、このディティール凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すとボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おの、みちおだ。よろしく、みち。おーのー。ね、すごいでしょ。ボビーにつけるミチ、キュートなんですよね。ああ、なんつうかさっきも思ったが、案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい、例えばこれです。ああ、確かにそっちのと比べるとこいつはなんか違うな。人気が出そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。質の悪いものが多いし、こんなのが道夫君を語るなんて困ったものです。の？偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれ。あ、待ってください。そのボタンを押したらダメです。そう言われると押してみたくなるな。まあちょっとくらいなら大丈夫だろう。ん？何もならねえな。ダメですって言ったのに。頭もこんなにチリチリになって。それは元からだ。つうかこれは一体どういうことなんだよ。実はなるほど、偽物のフィギュアは質の悪いバッテリーが入ってるから爆発しやすいのか。ええ、偽物ってだけでもアウトなのに爆発までされたんじゃたまりませんからね。
売られているのを見つけ次第回収して回っているんですよ。ですがその偽物が入っている箱を移動させようとして持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね、あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れると爆発してしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷原だな。最近は老眼で細かいものが見えにくくなってきて、正規非正規の区別がしにくくて、困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに、誰かに手伝いを頼もうにもまだ老眼が進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。ちょっと待った。なんだい、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあそう言わずに、ちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前一応自分が頼んでる側の人間だってこと自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業で色を塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。私はそんな町の人たちの魂がこもっている道夫くんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとか道夫くん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな。仕方ねえな。手伝ってやるよ。本当ですか？ありがとうございます。そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ。春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。の、おう。わかった。はい、これか。これか？なんだ？
ふーん。なんだ？ああ。お。ふーん。これは。なんだ？ああ。お。ふーん。なんだ？これは。ああ。お。なんだ？ふーん。これは。これか？なんだ？これか？これは。ああ。お。なんだ？お。なんだ？ふーん。これか？ああ。お。ふう、これで全部みたいだな。いやあ、ありがとうございました。素晴らしい回収っぷりでしたよ。そうか。まあ力になれてよかったぜ。だがその辺に転がってる偽物はどうすんだ。さすがに危ねえだろう。ああ、それなら大丈夫です。後でスタッフに回収してもらうので。全部偽物なので見極める必要もないですし。そうか、それならいいんだが。それにしても真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し、私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士春日一番さんです。いや、そんな称号はいらん。まあそう言わずに。こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、パチモンってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中にはプロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。へえ。とはいえ所詮偽物は偽物、絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情込めて道夫くんグッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに安い偽物を買ったところで尾道の応援にも道夫くんの応援にもならねえわな。それにこれは道夫くんだけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら、それまで丁寧に作られていたものはいずれ必ず衰退してなくなってしまいます。真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ、確かにそうだな。そんなわけでこれからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。
俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこの道夫君フィギュアを差し上げます。の、いいのか。ええ、大事にしてあげてくださいね。あ、なんだあのボロい道夫君の頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろ道夫君の原点です。原点。何年か前に尾道であの道夫君着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこから道夫君はどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さが道夫君に命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人が道夫君になってくれる日が来た時のために、これだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出した。その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやー、でも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってな、思っていたよりゆるくねえんだな。ん？また？